はい、こんにちは、ザッツです。今日はですね、こちらソレイユ城のデラックスルーム、こちらを撮りました。こちらの船なんですけども、全長が 222.5m と大変大きな船になってます。総トン数がですね 15,515 トン。ちょっと女性に失礼ですが、浜遊城に比べてちょっとだけ重たい船になってます。こちらの航行速力が 28.3 ノットと非常に速い船になります。新日本海フェリーで航行してた時は27ノットとちょっと抑えていましたんで、 28.3 ノットは非常に速いですね。こちらの船ですね、特徴はですね、垂直セムという船首を備えておりまして、まあ、高速巡航の方に優れている船になります。もうですね、外観見ていただければ普通の船とちょっと違うなという感じがします。船首の部分が断崖絶壁なんですね。こちらはですね、東京九州フェリーというだけありまして、関東は横須賀港を発着、九州は北九州新門司港を発着する船となっております。約22時間で航行する超高速フェリーになってます。朝ごはんも昼ごはんも夕ごはんもすべてレポートしていきますので、もしよろしければ最後までご視聴くださいませ。それでは行きましょう。ザッツ日本2周目始まります。1日目、名門太陽フェリーで大阪から新門司港まで行った私は、2日目、宇和島海フェリーで大分か愛媛まで向かいました。愛媛からまた大阪南港まで戻った私は、クイーンコーラルクロス城に乗るべく、なんと言われようが鹿児島港まで飛び、クイーンコーラルクロス城、スイートルームに乗船してきました。鹿児島新港から約25時間かけて沖縄まで行った私は、次の離島便、フェリー琉球に乗り、那覇は泊港から久米島まで往復してきました。コバルトブルーの海に感動し、またまた那覇空港から鹿児島空港まで渡った私は、フェリー屋久島2へ乗り、鹿児島から屋久島まで往復してまいりました。鹿児島まで戻った私は、新幹線乗り北九州へ向かいます。北九州は小倉まで新幹線を利用し、そして今回東京九州フェリーを利用すべく、北九州は新門司港を目指します。北九州は新門司港23時50分発東京九州フェリーソレイユ城に乗船し、神奈川県は横須賀港を目指します。とってもいい航海になりますので、もしよろしければ最後までご視聴くださいませ。はい、小倉駅到着しました。ちょっと人がはけるの待ってたらこんな時間になっちゃいましたね。ということで誰もいなくなっちゃいました。ではちょっとですね、雑魔さんが来てるということなんで楽しみにしてます。それでは向かいます。おー、来ましたね、雑魔さん登場です。それでは、あ、もうちょっと避けた方がいいか。それでは新門司港の方向かいます。開いてない。お疲れー。走ってきた。疲れた。お疲れ。はい、東京九州フェリーのバスが来ましたね。向かいまーす。ここから門司港経由で新門司港まで約50分で到着しまーす。楽しみでーす。仕切りバス結構いるの。学生さんがもう春休みに入っているのか、結構若い方がいらっしゃいました。ここから山道なので、酔いやすい人は結構前の方がおすすめです。今回はですね、後ろの方しか撮れませんでした。さらば小倉駅ということで、滞在時間何分でしょうか。22時10分に小倉駅を出発しまして、23時少し手前に新門司港に到着しました。かなり大きいフェリーが目の前にあります。はい、新門司港到着しましたので降りてきます。2021年7月に就航のまだまだ新造船です。お肌がツヤツヤですよね。はい、フェリーターミナルに入ってきます。こちらはですね、予約時に QR コードが発見されまして、
そちらで乗ることができます。とても便利ですね。今日は人が多い。もうですね、手の消毒と検温は基本中の基本になってます。こちらはですね、検温はサーモグラフィーで行っておりました。ネット予約のあの QR コードこれでもういいんですかね。発券はですね、QR コードでされているんですけども、検温済みという紙を渡されます。この時は基本は乗船時に必要になるそうでした。新日本海フェリーのフェリーターミナルとよく似てますね。11時10分に乗船開始とのことです。人を映さないように撮影してますが、結構人が多いんです。乗船開始は23時10分から、出航40分前に乗船になります。はい、ありがとうございます。こちらでネット予約の QR コードを確認してもらいます。じゃあ、はい、ありがとうございます。ちょっと廊下が長いんですよね。ここまでは浜遊歩と同じ。じゃあ、よし、船内散策はゆっくり後でしていきましょうか。今日は左券。今日外空いてんのか。今日はですね、あえて2番室を食べました。陸地側の方ですね。お、着いた。こっちの部屋初めてです。開いた。はい。来ました。はい、お部屋到着いたしました。久しぶりというより、こちらのお部屋初めてなんですよね。この前も私初めて乗った時も浜遊歩は1号室でした。こんな感じですね。ちょっとですね、お部屋の感じがアペコベなんでちょっとだけ違和感ありますけど、慣れるでしょうか。一晩もいればこんな感じです。ちょっと雰囲気が違いますね。浜遊歩は緑色だったかな、同じかな。でもソファーの感じとかは全く同じような感じがしますよ。こちらのお部屋、プライベートデッキがついてます。いいですね。あれ、ちょっと手すりの角度が違うな。これちょっと浜遊歩に比べて手すりが手前に向いてますね。ちょっと広さも違うな気がするな。左右で違うのか。それではですね、こちらアメニティの方説明していきます。アメニティというか設備ですね。まずこちらに冷蔵庫が隠してあります。氷が作れるやつ、付きのやつですね。私明太子を買ってきたんでここに入れると思います。電気ケトルと煎茶、あと紅茶とですね、コーヒーの類があります。これいいですね。ゆっくり飲みましょうか。今日はですね、ナギの予定なんで大変楽しみです。そしてこちらの方にはドライヤーがありますよ。こちらですね、お風呂があるんです。お風呂はトイレと、トイレはですね、こちらウォシュレット付きのトイレになります。お風呂がですね、これぐらいのお風呂、まあ十分な大きさですね。そしてシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがついてます。顔ですね。あと歯ブラシ、歯ブラシが4本もついてるわ。なんでだろう。4本あります。朝と昼用かな。これは浜遊歩とちょっと違いますね。こちら入り口入ってすぐにロッカーがあります。レモン掛けが1、2、3、4本。あとリセッシュのようなものがついてます。そして下にはですね、スリッパが2足あります。ベッドはですね、
シングルが2機ありまして、それぞれにこちらパジャマが用意されてます。コントロールパネルはですね、こちら時計付きのアラーム、あと USB100V のコンセント、あとこちらの方で電気が調整できるようになってます。音量もですね、こちらで調整できるみたいですね。あと読書灯の方が調光でついてます。こんな感じですね。いいですね、便利。ということでですね、全体的に見るとこんな感じです。夜食があるんで、出航したら夜食食べに行きましょうか。そしたら出航までちょっと待ちます。それでは、はい、それでは出航10分前になりました。ちょっと外へ出て出航を見届けようと思います。それでは向かいます。船内散策は後でまたゆっくり行きましょうか。今日は人が多いから時間によりですね。そっくりというかほぼほぼ同じ、ちょっと色が違うか。さすがソレイユというだけあって、ソレイユはですね、イメージ的にひまわりの花だそうです。おー、黙々ですね。パンネルから、ファンネルたち、一個しかないけど、北九州の夜景ちょっと見ましょうか。まず先頭か左舷ですね、左舷の方には普段は名門太陽フェリーと阪急フェリーが停泊している港があります。今はですね、もう全部出航してしまって全然ない状態ですね。船が後方ファンネルを、今機関が起動したかな、かっこいい音が。後方はですね、北九州空港が見えます、滑走路が。そしてずっと前、あそこの隙間から船が出ていきます。東京九州フェリーのフェリーターミナルという形ですね。もう車1台もないですね、すごいですね。もう出航するはずです。ピッと笛が鳴ったので、おそらくテザーが切り離されている感じですね。この船大きくて 222.5m、 大型船になりますんで長いですよね、長さが。もうですね、ボーディングブリッジは早々に切り離されて、普通に出航の準備がされている感じです。あとテザー切り離して船が出ていくのを待つばかしという感じですね。今ですね、テザーは全部切り離されて、あとサイドスラスターを回したら出航するはずです。スラスターの音が聞こえ始めました。ゆっくり動き始めました。出航です。ほんと何度見てもいいな、出航のタイミングって。ほんと好きです、テンション上がりますね。これから22時間かけて関東へ向かうわけです。ここから更新して湾の中でくるっと船を回して前進していきます。このでかい建造物がやっぱぐるっと回してるのがすごい不思議な感じがしますよね。結構動画内では明るく見えてますけど、人間の目ではほとんど見えてません、真っ暗です。タグポートが2隻いましたね。前進し始めましたので、夕ご飯を食べに行こうと思います。もうちょっと眺めててもいいな。さらば北九州市という感じですね。滞在時間何時間だろうって感じですけど、また後ほどご飯食べ終わったら外に出たいと思います。それでは外、いいですね。お部屋に戻ります。はい、それではですね、出航しましたのでご飯を食べに行こうと思います。もうですね、12時なんで、あと1時間ぐらいで営業終了しちゃいますんで、それでは向かいます。
おつまみ的なのがこういうかな。カレーそば、この前カレー食べたんですよね。ちょっとお腹すいちゃった。そば食べよっか今日は。茶漬けが650円。よし、マルテンそば。今日はですねこれぐらいにして、明日また食べましょうか。美味しそうだな。お蕎麦来ました。ちょっと関東風ですかね。いただきます。マルテンですけど、スープの色が富士蕎麦を思い出しますね。いただきます。なんか夜食といえば蕎麦って感じがしますね。だしはカツオですかね。関東風醤油ベース。このマルテンっていうのは確か福岡のお蕎麦とかに入ってるやつですよね。よくうちの父がマルテンそば、うどんを食べてました。関東の駅そばのイメージですね。ビール、泡が溶け終わるまで少々お待ちください。お気にのある方は忘れずにお取りください。よく気をお取りください。ありがとうございました。すごい、初めて見た。え、なんかビール。はい、乾杯。久しぶりに飲んだ。めっちゃ冷たい。はい、小鉢とご飯が届きました。これがスモーツ。でもこれ美味しそうだな。普通にと納豆ですね。ネギがついてます。あと冷ややっこ、山かけおろし、山か、ええ、かつお節ですね。ほんとだ。ビーフカレーが届きました。これは美味しそうだ。ビーフカレーにビール。ビーフカレーにビール。ビーフカレーにビールです。今日は。めっちゃいい匂いしますね。いただきます。はい、いただきます。カレーはですね、1週間になんかここのとこ4日連続ぐらい食べてる気がします私。そういえばなんか食べ比べができそうな、そんなに辛くない、というか全然辛くない、胃に優しい感じですね。スモーツ美味しいわ。カレーはですね、結構標準的な感じのカレーですね。お肉がですね、よく煮込んであってトロトロな感じです。このスモーツが美味しい。スモーツはおすすめですね、本当に。これ今気がつきました。アレルギー表を今回頼んだんですけど、ロゴがですね、めっちゃ顔映ってる。ロゴはですね TQF になってますね。やっぱ TQF で安定した感じなんでしょうか。 TKF なのか TQF なのか悩んでる方いらっしゃいましたけど、公式には TQF みたいです。うちの子供たちアレルギーあるんですけども、アレルギー対応表というのを出していただきました。これは嬉しいですね。鯛茶漬けです。めちゃくちゃ美味しそうですね。後でイカ焼きが来ましたよ。イカ焼き美味しそうですね。うちや干し、なるほど。鯛茶漬けが美味しそうですね。うん、すごい出汁が、出汁ってお茶なんだよな、きっと。胃に優しそうな感じですね。イカ焼き硬そうやな、ちょっと。高級だそうです。お出汁が効いてる。これ出汁なん、茶漬けじゃなくて、
だし、ああそうなんや。ちょっとだし茶漬けいただきます。カレーと合わせて食べてみましょう。ちょっとだけいただきますね。めちゃだし茶漬けなんですね。これなんだろう。めっちゃもらった、うん、あ、全部確認できるやん。うまい、全部確認できる。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。それではお部屋戻ります。はい、夜食食べてきました。美味しかったです。お蕎麦、関東風ですね。かつおだしに醤油とみりんで味付けしたような感じの味でした。あとですね、マルテンがですね、魚の身をすりおろしてあってですね、かなり味が美味しかったですよ。マルテンといえば九州というイメージなんで、まあ、複合的な感じでしょうか。もうちょっとしたら晩酌にしたいと思います。それでは、視聴者のみんな、オラに元気を分けてくれ。はい、お疲れ様です。今日はですね、こちら売店で氷結の桃買ってきました。氷結久しぶりだな。なんだかんだ言って久々なんですよね。いただきます。結構桃自体、桃のジュースが好きで、まあアルコール 3% なんですけど、がキリンの氷結美味しいですよね。学生の時から飲んでました。もう何年前になるんだろう。今日はですね、こちら買ってきましたよ。いっぱい集まってきました。実は内緒でこっそり集めてました。でですね、こちらのソレイユなんですけど、同型船の浜遊城ですねは実は先週乗ってきてまして、でまあ家族とせっかく乗ったんですけども、実はファイルが消えてしまってですね、まあ実は全部消えたわけじゃなくて、あの7割ぐらいは残ってて、で大事なとこの3割消えてしまっているような感じで、まあなんとなくできるんだけど、動画に全部続けてできないよって感じなんで撮り直してます。ということで2回目の挑戦です。ちょっとあの日本一周の続きにならなくて非常に申し訳ないんですけども、まあそこのとこをちょっとせっかくなんで続けていこうと思ってますんで、ご了承くださいませ。またですね、今日の航海は結構長いな予定なので、まあゆっくり楽しめると思います。まあ良い映像もいっぱい撮れると思いますんで、皆さんももしよろしければ最後まで視聴していただけるとめっちゃ嬉しいです。まあ美味しいお酒とですね、ご飯もなかなか美味しいということなので、非常に明日の朝も明日の昼も明日の夜も楽しみですね。あとこちらの船がですね、高速船なので、まあ波が低い時は楽しめると思います。いろんな景色が見れると思いますんで、皆さんも楽しんでてください。ちょっとですね、なんで日本一周を始めようと思ったかっていうのをちょっとお話ししようと思います。まあ何事もですね、旅は目的がないと成り立たないと思ってまして、でただ船に乗るだけというんじゃちょっと面白くないですよね。今回の目的としては、船にたくさん乗る、楽しい旅をする、そして皆さんが旅行に行くための手段の一つとして見ていただければと、検討の余地に入れていただければと思ってます。私の旅行のイメージが、この動画が何かしらの皆さんのお役に立てればと思って作ってますので、もしよろしければですね、いろんな動画もご視聴くださいませ。きっとですね、移動時間も楽しい旅の一部になると思いますんで、参考にしていただければと思います。それでは、はい、今ですね0時44分になりました。それ以上は宇部港の南側を航行しております。これから先、国東半島が多分前面に見えてると思いますんで、ちょっと外に行きましょうかね。はい、それでは、はい、お外出てまいりました。後方が北九州市ですかね。
ぐーっと、あれが点々が見えてるのが北九州空港かな。ずるーっと右側が大分県になります。で国東半島ですね。ギリギリ見えてるかな。見えてるな。国東半島ですね。なんかチカチカ青いのがついてるな。なんだろう。で左舷、おお大きな船があるような気がする。左舷あの明るいのが宇部市ですかね。すごい人間の目で見るずっと明るい、あのもくもくしてんのが宇部興産の工場ですかね。宇部市はあそこら辺になんか鉄道の工場もありましたっけ。ここからですね豊後水道を通って南下していって四国と九州の間を抜けて四国の南側に向かって行く予定です。寝てる間にですね四国を通り過ぎて朝には紀伊半島に出ている予定です。楽しみですね。朝起きたら紀伊半島ですよ早い早い。ということで今ですね高校速力も20ノットちょっと超えた感じですか。大体時速で40キロちょっとですね。で全然揺れてなくてなぎなのでもう寝てしまおうと思います。お風呂入って寝ます。それではお風呂はこんな感じ。非常に清潔感があって広いお風呂です。シャンプーとリンスコンディショナーがあります。こちらはジェットバスですね。こちらのフェリーサウナがあるんです。お、サウナが使えるようになってますね。露天風呂です。シャワーは個室で使います。こちらが7階フロアですね。吹き抜けは浜遊歩と同じような形をしてます。ソレイユというだけあって黄色がメインカラーになってるんでしょうかね。浜遊歩はもうちょっとなんていうか暗いイメージというんですかね、ちょっとシックな感じのイメージがありますけど、こちらはどっちかっていうとちょっと明るめの大ノックシートを使ってるみたいです。ソレイユは太陽ひまわりのイメージですね。下の階降ります。今回はですねレストランと前面のデッキは前面にサロンがあるんですけども、そちらは日中しか空いてないと思います。全体的に見るとこんな感じ。いいですね。こういう装飾も一個一個可愛いですね。ひまわりのイメージ。柱はキッズスペースですが今は閉鎖中という感じですね。それでは5階フロアに降りていきます。下の階まで来ました。乗船記念それ以上。吹き抜けを下から見上げるとすごい黄色いわ。それいいわ、面白いな。こんな感じですね。すごいコンサートホールみたい。自動販売機コーナーがあります。こちらにはカップヌードルの自販機とサントリーですね。あとコカ・コーラ、キリンもあるか。あとキリンのビール、アルコール関係があります。値段はですね他の上と同じ値段ですね。こち
ちら老用部にたくさんお部屋が用意されてます。ソレイユ、この絵がちょっと可愛いですね。うちのかみさんとか好きかもから。ピアノも置いてあります。こちらはですね、売店の空いてる時間に行きました。売店はですね、お土産物、フェリーグッズ、あと飲み物各種ですね。飲み物はアルコール、ソフトドリンク、あとワインなどもあります。こちらはですね、今見てるのがお土産コーナーになります。結構ですね、九州のお土産が多数用意されてました。そしてドリンク各種です。結構ですね、コーラ系統が強いように見えます。ビールもですね、各種用意されてまして、キリンとアサヒ関係ですね。今回は氷結にしました。アイスとですね、日本酒、焼酎なんかも多数用意されてます。食べ物には困ってもお酒には困りません。はい、今1時30分ですね。午前1時30分です。右舷にですね、姫島灯台が多分見えてくると思うので出てきました。どちらだろう。もうそろそろ、あちらだな。あれが姫島灯台ですね。国東半島からちょっと離れたところに位置する島になります。明るいレンズで感度ここまで上げてもこれぐらいしか明るくないっていうのはすごいな。真っ暗ですよ。今日星もあんま出てないんですね。曇ってんのかな。左舷、宇部もう通り越してます。ところどころやっぱ船が多いな。まだですね、瀬戸内海に位置すると思うんですけども、瀬戸でもないか。なかなか冷えてきますね。あちらの方が宇部になると思います。ただちょっとゆっくりしてもう寝ようと思います。もう1時ですもんね。1時半です。もう2時なんで、もう寝て明日に備えようと思います。それでは明日朝楽しみですね。さっきも寝るっつってまだ寝れない。ちょっとそれではですね、もう寝ようと思います。もう2時近いです。それではおやすみなさい。おはようございます。今4時44分ですね。今四国の南部足摺崎のあたりにいます。ちょっと外見ましょうか。それでは行きます。左舷、灯台が見えるはずですね。あちらだな。あのチカチカしてるのが足摺崎灯台のはずです。そして右舷は太平洋側、おそらくですね、まあ、船がいれば見えるんでしょうけど、真っ暗、真っ暗です本当真っ暗、月も何もないような感じですね。それではお部屋の方ゆっくりします。そういえばスポーツルームってあるんですよね。8時から
入港まで。あ、朝から使えるんだ。一番上が6階でした。おはようございます。今7時58分です。8時から朝食始まりますので2分前ですね、ただいまソレイユ城は、四国の南部を航行中です。外はですね曇りなんです。雨では、あ、雨もちょっと降ってんのか。ちょっとですね海岸沿いは見えなくて残念なんですけど、ただですね揺れは全くないです。これはすごい。あ、朝食始まった、あいつだな。ということでご飯行こうかと思います。ちょっと外出てみようか。よいしょ、はい。うわ、風は強いな。しかしながら揺れは全然ない。波こんなんですよ。こんなん冬の海でありえんのかっていうぐらいなぎですね。そんな感じでご飯食べ行こうと思います。それでは、はい、それではご飯始まったよ放送があったので向かいます。こちらはですねクロワッサンが好きです。新日本海フェリーと同じ系列で、新日本海フェリーと似たようなご飯が出てくるんですけど、新日本海フェリーもですねクロワッサンが大変美味しいです。まあそんな感じですね。それでは向かいます。バターっぽいいい匂いがしますね。おはようございます。こっち席空いてました。モーニングセットにプラススープを追加しました。コーヒーがついてきます。こちらはモーニングセットが600円でスープがプラス100円で全部で700円です。このパンが美味しいんですよね。これはおすすめです。いただきます。おすすめの野菜スープですね。コーヒーはミルクだけ入れていただきます。サラダはシーザーサラダがついてきました。ごま取れないかな。外サクサクで中がふわふわですね。ゆで卵がついてきます。ペップで教えてもらった剥き方したらすぐ剥けました。なんかちょっと半熟でベストですね。はい、いただきました。大変美味しゅうございました。朝ごはんが一番好きかもわかりません、この船。それではお部屋戻ります。お疲れ様です。どうもありがとうございました。はい、お部屋戻ってまいりました。ご飯美味しい。朝食がすごい美味しいんですよね。新日本海フェリーも注目されてないんですけど、新日本海フェリーの朝食美味しいんですよ。同じような感じです。それではですね、今8時ちょっと過ぎなんで、一回外出てみようかな。ちょっと雨が降っているようなんですが、ちょっと様子見ながら外出てみます。それではゆっくりします。
はい、今ですねちょうどそれ以上四国を抜けまして紀伊水道差し掛かりました。で和歌山県に入ろうとしてます。お外はですねまだちょっと曇りなんですけど、お外見に行こうと思います。それでは外出てきましたが、雨めっちゃ降ってるみたいですねこの航海で初めての雨だ。しかしなぎ、もうちょっとしたら雨が止んだら向かおうかなと思います。外出ようかな。こちらの船はですね3回乗ってるんですけど、あの浜湯と合わせて3回乗ってるんですけど、3回ともなんとデラックスでした。結構いいとこばっか乗ってますね。今度はですね別のお部屋も取りたいなと思ってますんで、またですねご覧くださいませ。ちょっとお部屋戻りますね。通り雨だと思うんですけどね、通り雨っていうかこっちが通ってるのか雨のとこに。時速60キロ近いですからね、なんつっても。それではこのキーの反応が非常にいいんですよ。浜湯に比べて、浜湯の1号室に比べてすんなり開きます。浜湯の1号室ちょっと直した方がいいかも分かりませんね。それでは、はい、今9時54分です。それ以上は南紀の南側を航行中です。ギリギリ見えるかな。あと10分もしたら浜湯城とすれ違いを行うということなので、お外に出たいと思います。それでは向かいます。はい、今観光終わってお部屋に戻ってまいりました。紀伊半島が見えてますね。すごい、こんだけ凪なの珍しいですよ。太平洋ですよ、すごないですか。瀬戸内海みたい。それではですねもうちょっとゆっくりしてお風呂でも入っとこうかな。何回も入ります。それではもうちょっとゆっくりします。ちょっと速力落としてんのかな、そんな感じもしない。でも速力落としてると感じるぐらいゆっくりな感じがしますね。ベタなぎですね今回は。本当なぎが多い。風も強いし雨も降ってたりするんですけど、まあゆっくりしてます。はい、お風呂に入ってまいりました。今ちょうど串本沖ですね。こんな感じで見えてますよ。ちょっとピンが合わない。串本沖です。串本市街地が見えてますね。ゆっくりしてます。もうすぐお昼ご飯じゃないでしょうか。それでは、はい、今11時58分になりました。お昼ご飯の合図が、お昼ご飯の放送が流れてますね。ベッドに座って眺めはこんな感じです。最高です。ゆっくり船旅してます。ゴロゴロしながらですね、ちょっとご飯食べたらまたお酒でも飲もうかなっていう感じになってきました。今日は元気ですよ。それではもうちょっとゆっくりしてます。というかご飯を食べに行きます。それでは、はい、それではですねお昼ご飯始まってますんで行こうと思います。はい、向かいます。それではお昼行きましょうか。
はい、そしてはい、釜揚げしらす丼にしました。1200円です。しらすと三崎港って書いてあったんで、マグロが乗ってますね。それではいただきます。味噌汁は田舎味噌汁みたいな感じですね。大根とキャベツが入ってます。この豆腐なんだろう、高野豆腐じゃないか。でも色は高野豆腐、味は普通の豆腐。特段癖もなく美味しいです。多分冷凍技術がすごいんだと思うんですけど、それにせよ某回転寿司屋さんみたいに凍ったまま出てこないのは最高ですね。はい、ごちそうさまでした。お部屋に戻ります。お疲れ様です。ありがとうございます。お支払い方法を選んでお金を入れてください。はい、お昼ご飯食べてきました。ゆっくりします。なかなか美味しいんですよね。まあ金額はまあそんなむちゃくちゃ高いわけじゃないんで、いろいろ食べることができると思います。夕ご飯も楽しみですね。夕ご飯もですね、夜の時間やってますんで、また食べてからご報告したいと思います。それでは、はい、それではお茶でも飲もうかと思います。こちらはですね、コーヒーがついてますんで、ネスカフェのゴールドブレンド、こちらをいただこうかなと。あとですね、おやつも実は陸地で買ってますんで、そちらをいただきます。ネスカフェちゃうな、何だっけ、クリーフ違うな、まあいいや適当。まあたまにはお砂糖入れてもいいよねってことで、よし、はい、なんか懐かしい匂いがする。ゴールドブレンドとクリープの香りっていいですね。このカップが東京九州フェリーのというより新日本海フェリーも一緒かと同様のカップみたいですね。あとセブンでチョコパンケーキ買ってきてます。これいただこうかと思います。こちらの長い航海なんですけども、もう半分が過ぎましたね。あと、今1時なので、あと7時間ほどで到着する予定です。もうちょっとありますけどねまあ、1日分の作業分ぐらいあるんですけども、仕事がなかなかゆっくりしてますよ。こちらの浜遊郷じゃない、こちらのソレイユ城なんですけども、じゃあいろいろあってですね、浜遊郷よりちょっと重たいんですよ。で、何が違うかっていうと、確かですね、これ自動操舵装置がついてまして、まあ、まだ実験段階だそうなんですけど、そういう具合もあるのかなと思いながらちょっと見てました。その代わり、オートパイロットは、まあ、無人で運航できるシステムを今検討中、テスト中だということですね。僕は、まあ、いわゆる飛行機でいうオートパイロットのような形だと思うんですけど、確かですね、浜遊城にはついてなかったんじゃないかな。自動操舵装置はついてるのか。
非常に速いスピードで航行してるはずなんですけど、全然そんな感じしないですね。今27ノット出てます。今日の天候は曇りなんですけど、すごくなぎです。恵まれてます。ファイルをなくした分の時の航海の方が天気がものすごく良くてですね、残ってたらそれを順次一緒に出していきますんで、家族で乗って非常に大満足だったみたいですよ。もうですね、三重県の方に入っているはずです。1時9分愛知に近いのかな。ほんとこんだけナギなのたまたまなんですよね。私たまたま乗ってる時はナギで、朝の船長の放送ではこの先も1メーター程度の波ということで、ほとんど波がない状態ですね。すごい船長より達するって感じですか。ちょっとですね、あさってぐらいから東京が雪景色みたいなので、まあ今後どうするかって感じなんですけど、ちょっと困ったなぁと思ってます。まあ今回はのんびり旅なんで、いろいろと巡っていこうかと思ってます。ちょっと逆差しにはなってしまったんですけども、この次はどこへ行くのでしょうかということで予想してみてください。まあ普通で考えればあそこかなっていう感じはするんですけど、私は普通じゃありませんので、どうよろしくお願いします。あんまりですね、時間の継続とか考えなくても大丈夫です。止まったり途中してますん でタイムラグがちょっと生じたりします。で、港に着いた時あの船いたのに、乗ってる時この船いねえなとか、そんなことあるかと思いますんで、まあ、そういうのもですね、ちょっとゆるく考えていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それではもうちょっとゆっくりします。はい、今ですね13時55分です。ソレイユ城は名古屋の南方を航行中です。ちょっと眠くなってきたんで、お昼寝しようと思います。それではゆっくりします。はい、今ですね16時33分です。ソレイユ城は神奈川県の沖合を航行してますね。静岡県と神奈川の間ぐらいを航行してます。なんとですね、お外見るとですね、富士山がむちゃくちゃ綺麗に見えたんですよ。見えるかな、ちょっと望遠で撮った方がいいかもわかりませんね。すごいですね、富士山綺麗です。夕焼けなので、まあ、普通は見にくいと思うんですけど、こういう時こそ見えるような感じですね。それではもうちょっとゆっくり、今ですね編集やら何やらしてまして、ちょっと寝てちょっと編集してみたいな感じですね。それではゆっくりしてます。ちょっと望遠使ってみますね。今500ミリで撮影してます。こんな感じですよ。すごいですね、綺麗です。今ですね伊豆の南部が見えてますね。下田のあたりでしょうか。すごい、こんなに近く通るんだ。波も全然穏やかですね。最大船速出てんのかな、ちょっとゆっくりになってるみたいです。もうそろそろ、そっか、湾の中に入ってるから速力を下げてんですね。富士山も見えてますよ。いいですねこういう眺めも、夕焼けが見えてるのか、なしにし、ちょっと今日曇りなんですけど、富士山だけは見えてるという不思議な感じです。それではもうちょっとしたら湾の方に入っていくと思いますんで、ゆっくりしてます。あちらの右手に見えてるのがおそらく大島ですね。結構はっきり見えてますよ。もうそこまで来ました。すごいですね。今ですね17時8分なんですけど、もしかしたら右へ行ったら豊島、新島、式根島、神津島見えるのかな。ちょっと見に行ってみましょうか、お外。それでは向かいます。はい、お外出てきました。右へ見てみましょうか。ぐるーっと回って、あ、島が見えてるわ。あれ、神津島、式根島、すげえ、こんな近いんだ。東海汽船では一晩かけて行くようなとこですよね。この船でだいたい今から4時間ぐらいで着いちゃいます。まあまあ、あちらの船とこちらの速力全然倍ぐらい違いますから。まあそれにせよ今日すごくなぎですね。冬の航海で
こんなことがあるんでしょうか。この前乗った時もですね、晴れてたんですけど、むちゃくちゃ揺れたわけじゃないんですけど、これよりちょっと揺れた感じでした。気持ち悪くなるほどではなかったですけどね。今日は曇ってはいますが揺れてはないです。なんかいろいろ島があって、ここら辺は伊豆諸島と言われてますね。ちょっとさらに勉強しないとわからないレベルです。ちょっと関西在住が長くてですね、ちょっと勉強させていただきます。じゃあちょっとお部屋の方戻って編集の方続けていきますね。それでは。あの正面に見えてるのが大島かな。で、一番右側に見えてるのが式根島、あ、神津島か、神津島でいいんかな。ちょっと名前覚えてないんでごめんなさい。勉強します。はい、今ですね18時8分です。大島、伊豆大島と伊豆諸島沖を航行中です。夕ご飯ができましたということなので向かおうと思います。まあ、夕ご飯ですね、ご飯食べに行きます。もうですね、何食べるか決めてまして、お外はですねこんな感じですよ。ちょっと船がちらほら見えるかな。あとは見えないですね。ちょっと外に行きましょうか。よいしょ、見えるかな。お、こんな感じですね。ちょっとやっぱ明るいと景色が見えますね。ちょっとでも光がないと見えないです。ということでご飯食べに行ってきます。それだ、人が多いね。こちらの席、お席空いてないんで、ディナーメニュー結構美味しかったみたいですね。とんかつ、ハンバーグセットでしょうか。ご飯を、ご飯普通でいいわ。よし、はい、ハンバーグセット到着しました。こちらが1200円です。これご飯大盛りでプラス50円だそうです。はい、いただきます。ドレッシングはシーザーサラダドレッシング、スープはコンソメスープ。味しっかりですね。ハンバーグのソースはドミグラスソースよりも照り焼き風です。結構味が濃いめなのでご飯にちょうどいいと思います。お芋もホクホクで美味しいですね。ご飯が進みますよ。はい、ごちそうさまでした。いただきました。ただいま。燃料バーコードをスキャンしてください。お支払い方法を選んでください。ありがとうございます。お部屋に戻ります。はい、ご飯食べてきました。ハンバーグ美味しかったです。ちょっと酸味があるんで、おそらく和風ソースだと思うんですけども、照り焼きにちょっと酸味がある感じですかね。それでは8時半、8時半に接舷予定なので、今6時30分くらいですか。あと2時間ばかしゆっくりします。トイレ編集してます。それでは。はい、今19時7分ですね。剣崎灯台に最接近してます。ちょっと見ましょうか。お、なかなか寒いんですけど、あのチカチカ光ってんのが剣崎灯台かなという感じですね。実際の目では真っ暗で何も見えないです。だいぶあの関東に入って明るくなってきましたね。ということでここから浦賀水道に入っていきます。あと小1時間程度航海楽しみます。それでは。はい、今19時47分です。お外に観音崎灯台が見えましたのでちょっと見ていきましょう。あちらが観音崎灯台ですね。もう目の前ですね、横須賀の左舷、もう横須賀市街地が見えてきてます。それではあと30分ほどゆっくりしてます。はい、それでは20時17分です。雪原30分前ですね。ちょっと後部デッキの方に行って入港を見届けたいと思います。
それでは向かいます。結構人がいる。右側横須賀港ですね。明るい。左側ぐるっと、あ、島がある。ちょっと目では見えないんですけど、もう横須賀市街地がかなり近いです。確か右側に着くんじゃなかったかなという感じですね。今日1日公開でした。後部もですね、市街地がぐーっと回って、さすが東京湾という感じですね。やっぱりですね、ゆっくり入っていきますね。こんだけ大きい船ですから。あれは三笠ですかね。っぽいですね。座が伸びられましたね。接舷します。はい、それでは接舷しましたので下船の準備をします。それではですね、下船したいと思います。とってもなぎでいい航海でした。本日は一日ありがとうございました。またですね、次はどこへ行くか予想してみてください。本日はご視聴の方ありがとうございました。動画の方はもうちょっと続くと思います。楽しかったなぁ。また乗り来たいですね。家族も一緒に。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。どうも。よし、よし。おぉ、綺麗。ボーディングブリッジから綺麗ですね。新しいもんな。本日はですね、動画の方ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしま す, すごい大変励みになります。ここから見える、次はどこへ行くのでしょうか。今日はここから横浜に向かいます。関東もいっぱい航路ありますからね。もしよかったらコメント欄の方に記載お願いいたします。今で向かいます。これか、横浜に向かって横浜で一泊します。あの正面にあるの三笠だよな。北海道に比べると暖かいです。でかいフェリー、横須賀中央駅です。新横浜駅到着です。からこんな都会になったんですか。新横浜です。何もなかったイメージしかないな。